セルゲイブやジェスラーボビチラーザレフは、ロシアの歌手、ダンサー、俳優である。バンド、スマッシュ、のメンバーとして、広く知られるようになり、2006年の解散後は、ソロとして活動している。ユーロビジョンソングコンテスト2016に、ロシア代表として出場する。6歳から9歳まで、体操のトレーニングを受けた。10歳前から、児童合唱団で歌い始め、 14歳で、少年向けの歌唱コンテストで優勝、音楽グループ、ネポセディのメンバーとなる。同グループには、TATU のユーリャ・ボルコバやリエーナ・カーチノも在籍、またブラト・トパロフも、その後グループに加わり、後に、トパロフと別のグループ、スマッシュ、を結成する。12歳の頃に、テレビの少年向け音楽コンテストで賞を受けたことを、はじめ、 ビーティプスクスラボヤンスキーバザールなどの音楽イベントやテレビ番組にも挑戦するようになった。1996年9月、イタリアの音楽番組、ブラーボ・ブラビッシモで優勝、またオーケストラでの歌唱も経験する。2000年、モスクワのマコット演劇学校に入学し、2004年に卒業する。また1999年に俳優養成期間モットに入学し、 2003年に卒業を。在学中、プーシキン劇場にてロミオとジュリエットやカラマーゾフの兄弟などを演じる。2000年にブラトトパロフとバンドスマッシュを結成する。2002年にスマッシュは初のビデオクリップシュッドハブラブドユーモアを発表。同年秋にはラトビアユールマラで開催された音楽祭ニューウェーブに出場する。シングル ベルを発売し、MTV、ロシアで6ヶ月連続でチャート主要を走った。2003年2月、初のアルバム、フリーウェイが発売され、ロシア及び周辺諸国を中心に100万枚を超える売り上げを記録、2003年はロシア各地をツアーした。同アルバムは、翌年に中国、台湾、大韓民国、タイ、香港、マレーシア、シンガポール、 インドネシア、インド、フィリピンなどの東アジア諸国でも発売され、またこれらの地域をツアーした。2004年、イタリアのバンド、イヤホンズとの共同制作による、オブセッションを発表。この年、MTV ロシアのポップ音楽部門及び、バンド部門の受賞者となった。2004年12月に2枚目のアルバム、ニナイトを発売。その後、ラザレフよびトパロフはソロ活動を理由として、 バンドを解散した。イギリスのプロデューサー、ブライアン・ローリングを全面的に起用した、ソロ初アルバム、Don't Be Eat Fake を発売、ロシア国内で30万枚を超える売り上げとなった。2006年5月、ロシアの音楽チャンネルムズ TV の表彰にて、新人部門の受賞者となった。アルバム収録曲、フェイクは、イギリスでも発売され、七月三十日にヒットチャートで十八位で、 登場した。また、同じアルバムに収録された、Eye of the Storm 及び、Lost Without ラブはすぐにシングル化され、その後シングルとして発売された、Do He S3 対 You i n シ i u は6ヶ月以上に及び、チャート入りし、主位を記録した。この成功を受けてアルバムは、ボーナストラックを付加して、再発売された。その後、2枚目のアルバム、TV Show の収録に入り、 収録曲からは、ビスポマナイ及び、シャッタードドリームスがシングル化された。同年、RMA2006 にて、ジーマ・ビラーンを抑えて最優秀男性歌手に選出された。受賞式では、ラザレフは、ブラト・トパロフと共に、ベルを歌った。2008年、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2008のロシア代表を目指したが、ジーマ・ビラーンに敗れる。同年3月、 イギリス・ボーン・マスのオペラハウスにて、イギリスのデュオ・ブーティ・ラブの客演として歌う。同年、MTV ロシアの最優秀アーティストに選出される。2009年、ティマティとの共同制作による楽曲、レーザー・ボーイよびビデオ・クリップを制作した。また、3枚目のアルバム、エレクトリック・タッチのプロモーションとして、収録予定曲、ステレオがシングルとして発売された。 アルバムは2010年3月に発売され、収録曲、アラームのビデオクリップやシングル、フィーリングハイが発表された。2015年12月10日、翌年5月にスウェーデンストックホルムで開催されるユーロビジョンソングコンテスト2016のロシア代表に内定したことが発表された。2014年クリミア危機の際、ラザレフは、 ロシア人のファンは私にトマトを投げつけるかもしれないが、私の見方はこうだ。自分がヤルタを訪れるとき、私にとってそこは、ウクライナだ。と語った。ありがとうございます。